はい。そっかちのコブです。誕生日の動画ありがとうございます。サラリーマン YouTuberJ さんから今回いただきましたけども、えー、お返しにですね、なんで長財布にするとお金が貯まるのか、あそしてどうしてね、お財布の中のお金を向きを揃えた方がいいのかってことをちょっとお話ししようかと思います。えー、まずね、なんで長財布にしたらお金が貯まるのかってことですけども、やっぱお金って貯まった方がいいですよね。出ていくお金よりも入ってくるお金の方が多ければ基本的に貯まるわけですから、 貯まった方がいいなってみんな思うんですよこれ素直に心が思うことなんですよねでも次の行動がほとんどの方が素直じゃなくなるとこなんですよそれは長財布にするとお金が貯まりますよって言った時にまさかそんな財布ぐらいでって思っちゃう人とあそうなんだだったら長財布にしようかなっていうふうに思う人とどっちが素直ですかってことなんですよつまり人からこうした方がいいよって言われてまず試してみるそのハードルが低ければ低いほど どのぐらいででできるるかっててここことがここで問われてるんですよね長財布にするって例えばね1,000円の長財布でもいいんですよ。1万円の長財布でも全然構いませんしね。場合によっては78万10万する高級なお財布もあるかもしれません。でもお財布って毎日言ってみれば使えますよね。でお金を守るためのものですよね。行ってみればお金の家なわけですよでそういったものに出費を惜しんでお金が貯まるかなと思ったら。 どううかなと思うんですよそれにルイ・ヴィトンの名財布って78万して結構高いんですけども中古で売って3万4万になるってことを考えたら実はねレンタルしてるようなもんなんですよね。飽きたら売ってまた新しいのを買う。その購入の費用は売った財布から回収するみたいなことでずっと新しいお財布をずっと使っていられる。そして綺麗なお財布を使ってる人ってのは、うん、やっぱりね そういうのを見る人が好きな人が寄ってきます。でも、お財布がパンパンで、なんかほつれたりとか、汚れてたりしたら。あ、この人、お金大事にしてないなというふうに思われちゃって。エンテルが遠ざかるんですよね。まあ、そういったふうな、いろんな意味があるんではなかろうかと、私は考えています。え、そして、次にですね。なんで、お財布の中にいる。お金を揃えた方がいいのかってことですけども。これは単純に。整理整頓の癖がついてますかってことなんですよ。 私たちの全てのて活動、そしてサラリーマンとして靴を履いたりねスーツを洗ったりとかそういう活動っていうのは結局、まあ、会社のミッションを達成するためでもあるんですけども自分の所得を上げるために頑張ってるわけですよね。ということはお金に関わることに対して普段サラリーマンの方お勤めになっている方は一つ一つ丁寧に整理整頓しながらことを進めていると言えるんですよ。でも、 肝心な最終地点であるお金に関しましては、整理整頓できてないってことになっちゃうと、これは守備一貫してないですよね。まあですんで、働いてお金を得たら、そのお金を整理整頓する意味で、同じ方向に揃えるという癖をつけておくと、今度は無意識にね、揃えながら入れるようになってくるんですよ。だんだん段取りも良くなってきます。そして人に渡すときも、揃えたお金を、顔をちゃんとね、あの、向き、方向に向けてお渡しするようになるし、お財布の中に入れるときでも、 頭頭かか、から入入れれるるののを上にして入れるのかここでもやっぱり差ができるわけなんですよね。ということでどうしてお金を揃えるのかそしてなんで長財布が稼げるようになるのかという私なりの解釈を今回49歳になった私の方からですねまだ49歳になってない J さんその他皆さんにお伝えしてみましたいかがお感じになったでしょうかちなみに私はですねこの長財布から生涯初めて二つ折りを使ってみたんですけども えと私はね今ねどっちかっていうと考えが変わりまして電子マネーに二つ折りはないかなと思ってるんですよで現金をほとんど使わなくなったんで長財布という概念は素直にずっと聞いてきたんですけどもこれからその素直のちょっと上をいってみようかなと周波りの利に向かっていこうかなという意味も込めてちょっと試しにね二つ折り使ってみましたということでございますまたねお金がちょっと金回り悪くなったなと思ったら素直に長財布に変えようと思いますけどね はい、じゃあ今回は以上ですえー、これからもね。よろしくお願いします。ありがとうございました。